奥野誠助は、日本の内務官僚、政治家。奥野政僚と呼ばれることもある。何は製氷冷蔵社長、奈良県議、ご所長長を務めた、奥野貞春の子。奈良県御世市出身。みんなで、靖国神社に参拝する、国会議員の会所大会長。平城戦と1300年記念事業、協会特別顧問。奈良大学理事。 旧制うねび中学、旧制一校を経て、1938年3月、東京帝国大学法学部政治学科を卒業し、同年4月に内務省に入省。静岡県に配属された。第二次世界大戦中の昭和18年に、鹿児島県警察部特効課長として、新興廃区弾圧事件の一つである霧島事件を、指揮。 長崎への原爆投下がされた翌朝に内務省が各省庁の官房長を集めて会議を開いたが当時同省地方局戦事業務課の事務官をしておりポツダム宣言に戦争犯罪人は処罰すると書かれていたため宣判を出さないように公文書の焼却を提案した第二次世界大戦終戦後内務省の廃止に伴い自治庁に移る 自治庁税務部長、自治庁税務局長、自治省財政局長を歴任し、柴田守とともに、戦後の地方財政制度を作り上げた人物である。自治官僚時代には、同州制を唱えて、県政と同州制のそれぞれの長所と短所を指摘した。衆議院議員に転身した後にも、県の合併に関する法案を出したが、廃案となった。 1963年7月に、自治事務次官に就任するが、池田隼人首相や、奥田良造奈良県知事らに口説かれ10月退官し、衆議院議員総選挙に立候補。1963年11月、第30回衆議院議員総選挙に、奈良県全県区から、自由民主党公認で立候補し、当選。以後、13回連続当選。 政治姿勢は保守派であり、憲法改正や靖国神社参拝などを主張してきた。さらに、従軍慰安婦問題でも、従軍慰安婦は、小行為と発言し、積極的に反対論を展開していた。1972年、第二次、田中角栄内閣で、文部大臣として、当選4回で、初入閣。在任中は、学校教育の水準の維持向上のための、 義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法成立に尽力した。1980年、鈴木全校内閣で法務大臣に就任。法務大臣時代には、ロッキード事件裁判が進行中であり、これに関して、検察は人の道を外れたようなことをしてはならないと述べたことが、検察庁式権者の法務大臣として不適切な。 圧力ではないかとする批判を野党から受けた。1987年、竹下内閣では国土庁長官に任命され、土地対策にその手腕が期待されていたが、1988年5月9日に衆議院決算委員会で日中戦争について、あの当時日本に侵略の意図はなかったと発言して批判を浴び、5月13日に国土庁長官を辞任。 国市長長官などと揶揄された。通算三度の入閣を経験している。その後も、裁判官弾劾裁判所長、衆議院倫理審査会会長、自民党憲法調査会最高顧問などを務めた。1993年の第40回衆議院議員総選挙後に、自民党が決闘以来初めて政権から下野することが確定すると、非自民。 非共産連立参加諸党は、従来の観光を覆して、比較第一党の自民党ではなく連立側から、元日本社会党委員長の土井孝子を衆議院議長に擁立することを決定。通常は、全会一致となる、特別国会冒頭の議長選挙において、自民党は抗議の意図から敗北を承知で、奥野に投票している。2003年10月、 第43回衆議院議員総選挙には、高齢のため立候補せず、長男の奥の新秋に地盤を譲る形で政界から引退した。反、ジェンダーフリーで、選択的夫婦別姓制度にも反対していた。2015年11月の日本記者クラブでの記者会見では、未だに憲法改正が実現していないことについて、いつまで経っても戦後は終わらない。 そろそろ自前の憲法を作ろうと表明。2016年11月16日、老衰のため、東京都渋谷区神宮前の自宅で死去。103歳没。肖像くらいに除された。ありがとうございます。